皆さんこんにちは、スプレーアートエレンノベルちゃんです。このチャンネルへようこそ。今日の話は質問コーナーです。質問コーナー歌いたいと思います。私ね、個人的な、私にとって日本全体でどこが一番住みやすかった場所ですかって、梅ちゃんと一緒に、旦那さんと一緒にいろんな場所に回って、青森県とかね、大分県とかね、沖縄とか東京、長野、いろんなところに行ったことあるし、今ね、個人的にね、住みやすいとしたら沖縄だと思います。多分外国人が多いと思います。どこから来ましたとか、何人ですかとかね、スーパーでもどこでも英語で書いてあるメニューとかね、レストランのメニューももちろん英語で出てくる。私ね、一番好きなのは東京です。なぜなら何でもある。住みやすいか住みやすくないだったら、また沖縄の方が住みやすい。みんなはどう思いますか？どこが一番住みやすいところだと思いますか？コメントにね、書いてください。置いてくださいね。じゃあこの動画がいいなと思ったら、チャンネル登録と高評価お願いします。じゃあまた、アディオスアミゴース、アディオス。